アマチュアの姉妹がプロに火をつけた感じですね。はい、ゴルフの楽しさを伝えるゴルフエヴァンジェリストのりょうです。ステップアップツアーのスカイレディースが3日目を迎えて、まあこれ、ちょっといきなりですけど見てください、これ。 いや、今日が最終日かってくぐらいすごかったんですよ。最終組の岡山恵里選手、沖イラ選手、荒木優奈ちゃん、アマチュア。この3人の最終組が全員伸ばしたっていう、久しぶりに見ましたね。最終組が3人とも伸ばすっていうのは。いや、すごかった。あの荒、ー、木優奈ちゃん、まあ妹の七美ちゃんも伸ばしたんで、ちょっと3人と、 その次の4位グループが差はついてしまったんですけども、まあ、この荒木優奈ちゃんのもうピンをデッドに狙ってくるのが、この岡山選手と沖聖楽選手のこの2人のプロが、まあニコニコ喋りながらね、あのカメラがつくんで、カメラに手を振ったり、で沖聖楽選手に岡山り選手がほらほら、 カメラ向いてるほら、手振ったりしなさいよ、みたいな,な、<laughs> あの、それを無視してね、ちょっと半笑いでね、真正面向いて恥ずかしいからね、まっすぐ向いてね、歩いてたり、まあ、いろいろあったんですけども、ちょっと火がついてね、このアマチュアの子に負けるわけにはいかん、というのが、まあ、いろいろ喋ったりして、あの、笑顔でプレイしながらも、あの、火をつけた感じに、こう、私は見えましたね。 もう荒木優ナちゃん、まあ、出だしボギーだったんだけど、あの、あ、ちょっとホールバイホール見せましょうか。ねあの、出だしボギーだったんですよ。だけど3番からね、まあ、10メートルぶち込んでのバーディーの後からですよ、ショットが戻ってきて、5番で40センチにビターッとついて、7番では2メートルついて、8番でも2.5メートルついて、9番でも2メートルについて、もうショットがビタビタ寄るんですよね。 それでバーディー取ったもんだが、まあその途中でね、岡山入り選手も5連続来て、負けてらんないぞと。一番最初にバーディー取ったのが荒木優奈ちゃんだったのでね。で、まあ、あの、表情を見てるとね、もうどことなくやっぱり幼さが残る感じの可愛らしい顔してるんで、すごい童顔じゃないですか。まあほっぺたのもプニプニしててね、可愛らしい感じなんですけども、この子がね、 あの、素振りの段階からすごい音させるんですよね。もう目いっぱい素振りするんですよ。打つ前の素振りがね。ブンブンっていうね <laughs>。もう見てたら、あの、音だけ聞いててもわかる。私も通勤途中とかでね、チェックしながらね、帰ってた,た、帰ってたんですけど、あのー、ね、もう、イヤホンで聞きながらね、 あの、歩いてる時危ないからね、スマホ見るわけにいかないからね、音だけ聞いてたりしたんだけど、あの、素振りで誰だかわかるっていうね。<laughs> あの、T シャツの音でも、あ、これ荒木優奈ちゃんだな、と。わかるぐらいの T シャツのね、インパクト音。めちゃくちゃすごいんですよ。あの、あの、あどけない顔からはちょっと想像できない、あの、素振りと、あと、インパクト音でしたね。<laughs> あの、線もそんなに大きくないです。妹の奈々みちゃんの方が大きいぐらいでね。 だけど、やっぱり、あの、プレイに入るとすごいんですよね、この子ね。なんか、なんかこうギャップがすごいね、この子ね。まあ、あの、ナショナルチームにもいた子ですからね。やっぱりこうすごい実績もアマチュアの頃を残してる選手なので、まあすごい選手だとは思ってたけれども。まあ、プロテストは去年落ちてしまってね。いや、この子落ちるかと。逆にこの子が、 女子オープン出てたらどうなったんだろうと、この今調子いい時にね、女子オープン出たらどうなっただろうというのはちょっとありましたね。今日ね、見てて思いましたよ。いや、あの、日本女子オープンのね、あの、アマチュアの子もね、数人頑張っていますけども、この子が、あの、 出てる日本女子オープンとか、この試合、スカイレディスに出てるアマチュアの中でも、ちょっとトップクラスの位置に、あの、位置するような、あの、アマチュアの子だと思うんですけどね。その、アマチュアの大会での実績とか、あと、アマチュア世界ランキングとかもね、上位だしね。まあ、世界でも頑張って上位に入ったり、あの、優勝もしてる。団体でもね、優勝したり、まあ、ダブルで優勝したりとかしてましたしね。この子が、 あの、ちょっとまだまだ、あの、岡本彩子さんにしたら、この辺ちょっと直したらいいとかっていうのは、ありながらもこのスコアで回るっていうね、まだまだ伸びしろがたくさんあるよっていうような、あの、感じを受けましたね。説明聞いてるとね。昨日も言いましたけどね。岡本彩子さんも右膝のことずっと言ってたんですよ。今日は言ってなかったけどね。あの、昨日とか初日に言ってたんで。 まあ、今日は言わなくなっちゃったけど。でもね、あの、そういうのを改善していったらもっと良くなるかなと。あとは、あの、ななみちゃんの方ね。あの、妹のななみちゃんの方。まあ、二人とも日商学園ですよ。あの、女子オープンの方でね、日商学園の子を、あの、紹介しましたけどね。まあ、そちらの方ね、あの、見てない方はそちらまた見てください。あの、福田芽衣ちゃんのことを喋りましたけどね。あの、宮崎なる日商学園出身の福田芽衣ちゃん。 の、あの、一個先輩に当たるのが荒木ゆうなちゃんです、ゆうちゃんですけどね。で、同級生が菅風花ちゃんという。この二小学園全国制覇に 2, 2年連続した、あのー、メンバーがもう、日本女子オープンでも、このスカイレディスでも頑張っているというね。福田芽衣ちゃんが一個下なので、荒木ゆうちゃんのね。で、その一個下が七海ちゃんなんですよね。荒木七海ちゃんの。 なんか、こう、あの、練習、ドライビングレンジの場所とかを見てもね、あの、あんまり仲良くないのかなとかって思ったけどね、あの、仲はいいそうですね。あの、よく喧嘩はするけど、仲はいいと言ってましたけどね。はい。で、この、ななみちゃんの方は、もう序盤でバーディーラッシュが来たんだけど、12番で、あの、ちょっとショットが曲がってね、ダウを打ったと,ところから、 13番のティーショットもちょっとあのフェアウェイキープできずにっていうところがあってその後すぐ切り替えられたっていうのはやっぱりこの子すごいなと思いましたけどねまああのやっぱりまだまだアマチュアなのでねあの経験不足もあってここではこういう打ち方しないとダメだよねとかねあのまあ成沢由美選手と一緒に回ってましたけどね あの、ナリサマナリサユミ選手は、あの、バンカーに入れてしまって、で、そのバンカーから脱出するのに、ピンまでずっと下ってるんで、止まらないからピンをオーバーするだろうなっていうようなシチュエーション、シチュエーションなんですよ。で、案の定2メートルぐらいオーバーしたところで止まったんですよ。でも、オーバーしても、まあ、しょうがないよねっていう場所だったのでね。 そういうところに岡本彩子さんがピンの位置切ったんで、このバンカーに入れちゃダメだよと。寄らないよというところにミスしてバンカー入れてしまったんでね。これはしょうがないかなっていうところだったんですよ。だけど、あの、返しは上りだからね。まあ、ちょっと惜しくもね、あの、カップに触ったけど入らなかったんですけどね。で、同じところに七ナ海ナちゃん入れた、入れちゃったんですよ。そこから脱出できずにね。あの、 ギリギリ狙ったんですよね。逆に。成リサ・選手はまあ、ここはしょうがないと。オーバーするのはしょうがないと。言って割り切って打ったんだけど、荒木奈々美ちゃんの方はギリギリ狙ったんですよ。ここに落とせば寄るというところでミスして、あの、グリーンに乗らなかったと。で、グリーンに乗らなかったんだけど、また同じ下りのあの、アプローチが残ってしまって。で、ラフも深い。そこでもう全く寄らずに。で、ダボを打っちゃったんですけどね。12番で な、なんだけど、まあ、そこはやっぱり経験不足というかね。最低でも、あの、成沢由美選手みたいに、あの、オーバーさせるぐらいに打たなきゃ、というのは最低条件であるんですけども、ギリギリ狙っていってミスしてダブを打っちゃったというところはあったんだけど、すぐ切り替えられてね。まあ、次の方にもボギー打ったけど、あの、気持ちの上で切り替えられたんでしょう。ねそこがやっぱり、あの、最近の若い子のすごいところかなと。 思うんですけどね、まあ、そういうこう、切り替えていけば、そこのホールは経験不足がもう露呈されてしまったけれども、次のホールは同じところのようなところに行くとは限らないでしょ。その切り替えがうまくあのできてるここだなと思ったわけですよ。で、それにも負けず、お姉ちゃんの方もね、すごかった、ね。妹に負けたくないっていうのは、すごく気持ちが、気持ちの強さがね、表情に出てましたね。 あの、表情は、あの、顔自体はね、すごい幼い顔してるんで、あの、ほ,ほわーんとした感じの <laughs> 雰囲気は出てるんだけどね。やっぱりゴルフし始めるとすごいこう、あの、なんていうの気持ちの強さが、あの、ゴルフに出てるな、というのはありましたけどね。あ、そうそう、森江あやめちゃん最後に18番ね、イーグル決めましたね。あの、18番パー5なんですよ。 パー5なんだけど、あのー、あれなんですよ。2オンしたんですよ。で、4メートルぐらいかな。それをぶち込んでの最後、イーグルフィニッシュでしたよ。で、決勝ラウンドはイーグル賞出るんです。30万円。ゲットですね。森井愛愛ちゃん。やりましたね。ちょっと上と離れてしまったけどね。まあ、それでもね、9アンダーまで行きました。もう、明日はもう、 ねえ、もう9アンダー、10アンダーっていうぐらいもう行くしかないよね。それじゃないと追いつかないもんね、上は。20アンダーぐらいまで行くでしょ、明日ね。わかんないけど。まあ最後だからな。優勝争いっていう時になってくると、まあ岡山えりちゃんも、沖聖楽選手も。 あれなんじゃないですかこう、笑ってカメラにね、手振ったりとかはしない、真剣な表情になってしまって、硬くなって伸びないっていう現象も出てきて、伸び伸びやってる荒木ゆうちゃんが、スルスルと抜けてくるみたいな感じになってしまったりするかもしれないよというのは、ちょっと頭の中に浮かびましたね。 大体そうでしょ。優勝争い。もう、あの、最終日になってくると最終、最終組ってあんまり伸びないケースが多いじゃない。伸ばし合ってっていう時もあるけどね。あの、そういうピンの位置にもよるけどね。だけど、まあ、明日はどうなるか。まあ、天気が良さそうで、風もそんなに吹かなければ、また今日みたいに伸びるかなと。伸ばし合いだったらもう3人にあの絞られるよね、という感じですよね。 まあ、ビッグスコア出して、わかんないですけどね。あの、結果は、もう、神の水を知るっていう感じでしょうかね。前半伸ばせばはまだわかんないという感じですかね。で、私の応援してる岸辺桃子ちゃんもなんとか頑張りましたね。3連続が2回あったんですよね。はい。まあ、私が観戦しに行ってね、ナイスバーディーっていうのに答えてくれた人は、 岸辺桃子ちゃんだけなんですよ。ありがとうございますとね。私がナイスバーディーと言った時にね、ありがとうございますって答えてくれたのは岸辺桃子ちゃんだけです。なので、私はもう引き続き応援いたしますよね。指導ちしてしまったけど、なんとか10年がかりでな、あの、なあだって <laughs>、あの、ねあの、10年かかって、プロテストはね、一発合格したんですよ。ねなんですけども、あの時は、 あの、検索してみたらわかる。あの、岸辺桃子で検索したら出てきますよ。画像検索してみてください。プロテスト受かったばっかりの時の岸辺桃子ちゃん、今と全然違います。ガリッガリでした。本当にこのガリガリな子がプロテストを受かるわけがないと、私は思ってしまいましたよ、最初。飛ばないし。まあ、アプローチは上手かったけどね。アプローチパターンは上手かったんで。だから、それで、ね、あの、落とさないで、 あの、なるべくボギーを打たない我慢のゴルフをしながら取れるところを取っていくというゴルフをして受かったんだと思うんですけどね。なので、あの、いや、この子受かる、受かったんだってびっくりした記憶がありますけど、そこからですよね。まあ、ちょっと、なかなかレギュラーツアーとかには行けないんですけども、ステップで力をつけてね、ステップで2勝して、それでレギュラーツアーの,あの出場権を獲得と。シード権獲得と。 いう感じで順調に来たわけですけど、一年でシード落ちしてしまった。ねえ、まあ、おととしね、あと一歩で優勝っていうところまで行ったんですけどね、惜しかったね。しょうがないですけどね。また、レギュラーツアーに戻ってきてくれるようにね、応援しております。成沢由美選手も惜しかったね。今日はちょっとね、あの、バーディー来てボギーで、あの、2連続来たりとかしてね、 そういったところがあって、あの、インタビューでね、なぜだか知らないけど、この試合から手汗がすごくなってきちゃってって言ってましたよ。今までそんなに手汗をかくことはなかったのに、この試合から急に手汗が出るようになったと。もう、手袋を何枚も取り替えないと、という感じで言っておりましたね。いやー、なんでしょうかね、カメラによく映る、あのー、ような場面ではやっぱり緊張してしまうのかな。 ステップでそんなにね、映さないもんね。そんな、もう間近でね。カメラ、カメラマンさんがさ、あの、次の、あの、地点まで、こう、フェアウェイを歩いていく選手の真横に立ってアップでね、ずっと追いかけるなんてことは、ステップアップツアーないから。あんまりね。だから、こういうスカイの試合ぐらいでしょ。だから、緊張するのはわかる。けども、 手合わせがすごくなったのはこの試合からって言ってたからね。いやー、そんなことあるんだと思いましたけど。まあでもね、なんとかまとめたので、まあ最終日、あのね、伸ばして、ね、アマチュアに負けないようにね、頑張ってほしいなと思いますね。はい。高野あかりちゃん、見た方いますかねあの、森田里香子ちゃんに似てるよね。まあ岡本愛子さんも言ってたけど、ね。 まあ似てるって、あの、言われますかねなんて言ってたんですけどね。今日じゃないか昨日かなまあでも、あの、顔の形とかは似てますよね。はい。それと、吉沢ゆずきちゃんが、あの、ダイヤモンド世代の中ではね、まあ、今年ちょっと前半戦はレギュラーでずっとやってたけど、予選落ちが続いて、もう、ね、 リランキングの後はもうセカンド、あの、に、1回目のリランキングの後は、ステップアップツアー、主戦場にしなきゃいけなくなってしまっていますけどね。これから頑張って、あの、レギュラーツアーの方で戦えるようにね、行ってほしいと思います。まあ、今からじゃ無理だけどね。はい。で、その次行きましょう。はい。まあ、2勝したゴンカレ、今ランキング1位ですけどね、今日は伸ばせなかった。 で、吉本コ,コネちゃんがね、先にホールアウトしてたんでね、6オー、クアンダー、ベストスコアだってね、ちょっと私は喜んでたんですけどね。岡山エリ選手に抜かされちゃいましたね。はい。成田美鈴選手も、ちょっと、あの、途中までは良かったんですけどね。まあ、昨日もそうか。最後にね、ボギー打っちゃったのね、昨日ね。はい。長島花音ちゃんも、増田ダユちゃんと昨日も会ってたけどね。 まあ、可愛い3三人で、あのー、頑張ってプレイしてましたけどね。あ、それからね、アマチュアのこの伊藤愛花ちゃん、今日誕生日ですね。だからなんだよって感じだけどね。<laughs> いや、でも、あの、この子いいスイングだなと私は思いましたね。この子埼玉栄ですね。埼玉栄の今2年生だそうですね。プロテストは今日あ、今日じゃない、今年受けられないですけどもね。はい、プロテスト、来年からですかね。プロを目指すなら、ならば。 で、若林麻由子選手ですよ。今日4アンダー出しました。今日18番で見事チップインイーグルですよ。イーグル賞30万円。解説の岡本綾子さんが言ってました。今日おごってもらいますって。<laughs> 師匠がね。はい。まあ、お弟子さんですから、若林麻由子選手も、ノーとは言えないんじゃないですかね。<laughs> まあ、冗談でしょうけどね。岡本綾子さんも。まあ、そんな冗談言っておりましたよ。 レナゴンも伸ばしてきましたね。はい。何気にね、成績いいですよね。レナゴンもね。しぶこちゃんの後輩。はい。岡山作用高校ですね。それからその次見てください。はい。まあ私が昨日言ったね、後藤愛ちゃんもね。まあ今日、あの、飛距離がすごい出る子なんですよね。260は平均で出るという感じですけどね。 ああいいスイングするなあと思いましたね。まあ、最近の子はやっぱり、あのー、いろんなグッズやら、あとはあの計測器の発達やらでね、いいスイングになる子が多いですよね。一度ついてしまった悪い癖なんかは、なかなか昔はね、そういった計測器なんかがなかった時代は抜けないんですけど、今はもう早めに修正するんで、綺麗なスイングの子が多いですよね。 昨日ね、4アンダー出したからね、どうかなと思ったんですけどね今。今日も伸ばしてね、上位と思ったんだけど伸ばせなかったですね。そして、マスダイムロちゃんが落としたんだよ。ちょっとね、13番でようやく3メートルのバーディーパット決めたんですけどね。ちょっとの、それ以降はね、バーディーラッシュとはいかなかった。昨日はね、バーディーラッシュが来たんでね。 なんとかアンダーで回りましたけどね。今日はちょっと伸ばせなかった。まあ、キャディさんがね、あのー、ステップと言うと、4人1組。まあ今日は3人1組ですけどね。まあ、組1組に対してキャディさん1人なんで大忙しなんでね。だから選手がピンを持ってあげたりするんですけどね。増田夢ユちゃんも今日もキャディさんからピンをね、あの、持ちますよ、つっ,ってね。 まあやってましたよね。荒木優菜ちゃんもそうだったな。荒木、お姉ちゃんの方ね。荒木優菜ちゃんの方ね。で、あの、沖聖ラ選手がピン持ってたんですけど。で、持ちますよって近寄ってったらね、大丈夫ってね、手で静止して。あの時の顔はね、こう、やっぱ貫禄があってね、怖い感じがするのでね、すぐ引き下がりましたけどね。 マ田ダユメラちゃんはね、それでもね、行くんだよね。もうあの、可愛らしい英語でピン持ちますよ、ってね <laughs>。スルスルスルっといつか寄っていくんですけどね。まあ大丈夫だからって言ってね。はい。まあキャディーさんのは持ってましたね。あの、成田美鈴選手もね。もう何も言わずにもうスーッとキャディーさんの方行ってピン持って。もう、4人1組。まあ今日は3人ですけどね。まあ昨日までは4人1組でしたから、みんなのパターン持ってあげたりね。 でアプローチする人はね、あのウェッジ持ったりとかしてるでしょ。もう手にいっぱいだからね、ピンも持ってあげないとね、大変なんですよね、キャディさん。で、あの、住友生命でね、キャディしたの、竹本里奈ちゃんいるじゃないですか。ねえ、竹本里奈ちゃんも可愛いよね。で、マイナビネクストヒロインの第10戦で優勝しましたよ。いやー、増田ダユメちゃんも即、あの、 インスタに上げてましたね。おめでとう。って言ってね。まあ、プロテストは今年残念ながら落ちてしまったんですけどね。一時で。初戦、あの、初日。一時予選、初日トップだったのにね。あの、残りの二日間で落としちゃってね。あの、落ちちゃったんですよ。実力はある子だと思うんですけどね。はい可いいし。可 <laughs> 愛いいからね。プロ、プロになってね、成績出したらすぐ人気出そうな子ですけどね。 はい。まあ、マイナビネクストヒロインの、あの、動画とかね、アルバネットで見れば、すぐ出てきますよ。マサダイミラちゃんと竹本里奈ちゃんね、二人映ってる動画とかいっぱい出てきますからね。はい。可愛らしいですよね。まあ、マイナビネクストで、マイナビネクストぐらいでね、何言ってんだって言われちゃいそうですけど、いや、でもね、優勝するっていうのはね、全然違いますからね。はい。どんな大会であろうとも、やっぱり優勝を勝ち取るっていうのはね、 やっぱりそれを繰り返すことによって、まあ優勝はね、あの、当たり前みたいな感じでね、まあ気持ちがそういう風うになってくると、あの、強い選手が出てる試合とかでも同じような気持ちになれるじゃないですか。まあ、弱い選手ばかりっていう言い方をする人がいるけどね、まあその人たちの中で調子良かったらね、プロも任す人たちが出てくるわけですから。 そういった人たちを抑えての優勝をするっていうのはもう本当に、あの、気持ちの上でもう自信がつくわけですよね。まあ、来年はプロテスト頑張って受けて、受かってほしいなと思いますね。はい。それからね、次ですよ。はい。吉田ゆみ子ちゃんがね、まあ、増田ゆめのちゃんのこと、お人形さんみたいであの子可愛いよね、とかって言ってましたけどね。明日同じ組になりましたよ。増田ゆめのちゃんと。 吉田由美子ちゃん、同じ組です。明日はね。はい。山田佐保ちゃんと同じ組になるかなと思ったけど、その上と一緒になりましたね。山田佐保ちゃん、今日は一番ホール良かったんだよね。あの、先ほどね、飛ばすって言ったあの、アマチュアの後藤愛ちゃんと同じ組だったんですけど、いやー、3、40ヤード置いてかれましたね。山田佐保ちゃん、飛距離出ないから。いやー、こんなに差が出るんだと。 ねえ、3、40ヤードじゃないの。もうちょっとあったかもしんない。50ヤード近くあったかもしんない。でも、まあ、3、40ヤードと言っておきましょう。それぐらいね、T ショット置いてかれたんですよね。なのでね、やっぱり飛距離出るのはいいよなうと、思いましたね。愛しのファンも、ファンさんも伸ばせなかったか、今日はね、しょうがないですね。はい。ファンさんの唇をもっとね、アップで映してあげてください。 はい。私もあの唇の柔らかさは今でも覚えておりますね。<laughs> はい。橋添みのりちゃんもダメだったか。ちょっとね。まあ、橋添みのりちゃんの、あのー、9月のカレンダーにめくるか、山田沙穂ちゃんの8月のままでしばらく行くのか迷っておりますね。まあ、今のところまだ山田沙穂ちゃんにしてあります。橋添みのりちゃんが活躍したみのりちゃんのページに、 カレンダーをめくるかもしれないというね。はい、今のところ7月8月のままです。山田沙穂ちゃんのままですね。はい。頑張ってほしいなと思いますね。はい。そして次ですね。はい。関ゆうてんちゃんがなかなかのばれもうどうしちゃったんだろうなというぐらいね。まあでもね、そういうことはありますね。ちょっと、あの、歯車が狂ってくると修正するのに時間がかかってしまったりっていうのはありますよね。 はい。あと、鎌田博美さん選手も出てますけどね。あの、鎌田姉妹、ね、妹さんは、鎌田ハニー選手ですね。だから、この姉妹が QT 受けるとき、受けるときね。二人とも一緒に受けるんでね、だいたいね、QT は。まあ、妹の鎌田ハニー選手がね、QT 出るときは QT ハニーと言っておりますけどね。<laughs> まあ、ダジャレかよという感じですけどね。やっぱり QT ハニー、 世代ですからね。<laughs> 私が幼稚園の頃ですね。リアルタイムで見ておりましたね。親に怒られました。こんなの見るんじゃないと。変身する時に裸になるでしょ。<laughs> こんなのを見てるんじゃありません。とってね。ね、親に怒られた記憶がありますよね。はい。それから次行ってみましょう。ね、今日は、あ、あのー、ガチャガチャうるさい方のチャンネルね。<laughs> 黒川さんが司会の方の番組。あの、番組というかね、あの、ライブ配信ね。スカイさんの。チャンネル1が岡本綾子さんの解説。で、チャンネル2の方が黒川さんがやってる方のチャンネル。ね、勝手にニアピンとかね、16番ホールでね、勝手にニアピンホールをやるわけですよ。ま、選手には伝わってないんだろうけどね。ま、勝手にニアピンをやって、ま、見事、 ニアピンを取ったのはテルヤマ・アスミ選手でしたね。はい。元アスカちゃん見た方いますかね。もう、目がクリックリ <laughs>。毎日言ってるけど、あの目がクリックリでね、可愛い子で。ね。元アスカちゃんぜひ見てほしいなと。ライブ配信見てください。飛ばしながらでもいいからね。元アスカちゃんのところ見てください。はい。それからね、のんちゃん、植竹のずみちゃんも、 ちょっと落としちゃったけど、なんとか、あの、予選は通過したのでね。まあ、無理せず、またね、あの、リハビリ今年いっぱいかかるって言ってたのを、あの、出ておりますのでね。まあ、無理しない程度に、あの、プレイしながら、あの、回復の方に、完全回復の方に向かっていってほしいかなと思いますね。まだ完全じゃないでしょう。ね、手術したばっかりですからね。はい。そして最後、これね、 あれなんですよ。私の応援してる神谷若菜ちゃんがね、あの、毎回言ってますけど、あの、山下美羽ちゃんなんかと同い年なんですよ。新世紀世代と言われてる世代なんですけども。でももう3歳になる娘さんがいるママさんなんですよね。早くに結婚して。あの、コーチと一緒にけ、あの、コーチに教わりながら、そのコーチの方と結婚したんですけど。 コーチの方に、神谷若菜ちゃんが猛アタックして結婚したんですって。いいなぁと <laughs>。いいなぁと思ってね。可愛いんですよね、この子ね。笑った時の刃がさ。で、18番の、あの、パー5ね。ここ2オン狙っていって、なんとか、こう、あの、池の水がね、引いてるところでね、あの、池に入ったんだけど、まだ打てる。 っていう状態のところでね、止まったんですよ、見事にね。で、あのー、2オンはならなかったけどね、まあ、3打目打てるので、靴下脱いでね、裸足でね、入っていって、で、ウォーターショットやったんですよ。そしたらちょっと綺麗に当たりすぎちゃってね、カツーンとったね、あの、ホームラン状態になっちゃって、反対側のバンカー行っちゃってね、で、ここはちょっとね、 ボギーになってしまったんですけど、まあ、成績も成績だからね、まあ2を狙ってイーグル狙いということもあってね。まあ、2日間ね、決勝ラウンド、イーグル取った人はイーグル賞なのでね、30万円ゲットできるから、成績の悪い人は、最終的にこの最下予選通過した中での再開の方ですと、やっぱり賞金がそれほど出ないのでね、 まあそういったイーグル賞なんかで30万円って言うと、おおと、結構でかいんで、これを狙っていってほしいなと。果敢に18番狙っていってほしいなと思いますね、明日はね。そこをちょっと注目しながら見ていきたいと思いますね。はい。中野エリカちゃんもね、ちょっと伸ばせずでしたけれどもね、いやー、ちょっとここまで落ちると思ってもうちょっと上行ってくれるかなと思ってたんですけどね。まあちょっと明日は頑張ってほしいなと。 イーグル賞どれぐらい出るかね。ちょっと明日はもう果敢に狙っていく人、あの、順位が下の方の人なんかは果敢に狙っていくでしょう。なので、ちょっとね、それを期待して見ていきたいと思います。このチャンネルではこうしたプロの試合の解説の他にもね、いろいろな動画をアップしています。このチャンネルのアイコン、侍が100を切っているアイコンがありますけど、このアイコンをクリックすると、 本の見出しみたいにね、いろんなテーマの動画をまとめてありますので、試合の解説以外には他にも、百、まあ、切りを目指す方の参考になるレッスン動画などを実際に自分で試した動画とかね、話のネタになる豆知識とかね、ランキングとか、まあ、他のツアーなんかもやってますのでね、解説。そういったのもありますので、よかったら見ていってください。まあ時間ないから後で見るよって方はね、とりあえずチャンネル登録だけしておいて後で見て、 いただければと思いますのでねチャンネル登録っていう下のボタンをねクリックしておいてくださいではまた